どうも、カズドリのおかずです。今回はキックフェイント講座やっていきたいと思います。本日3種類のキックフェイントを紹介していきたいと思うんですけども、その前に全てのキックフェイントに共通する意識してほしいポイントを解説していきたいと思います。それを学んだ上で3種類のキックフェイントを習得することで、場面に合わせたキックフェイントを選択することができるようになると思います。3種類ともそれぞれメリットが違うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみよう。まず全てのキックフェイントの共通点として、失敗例をもとに解説していきたいと思います。キックフェイントをすることに意識が向きすぎて、フェイントの幅が狭くなってしまうことがよくあります。これではディフェンスはフェイントに引っかかってもすぐに対応できてしまいます。そこでまずは実際のシュートをイメージしてみてください。実際のシュートでは左右どちらかに運び、ディフェンスをずらしてから、それによってできたコースにシュートを打っていくと思います。ということで、シュートを打つにはシュートコースを作る必要があります。そうなるとやはりキックフェイントについてもシュートコースを作る必要が出てきます。ディフェンスはそれに対してシュートを防ごうとするからこそ体を投げ出してしまうので、切り返しに対応できなくなります。ということで、左右に持ち出した際、コースが開きそうならシュート、コースが開かなそうならキックフェイント、まずはこれを使用する際の意識として持ちましょう。キックフェイントをする際、力みすぎてしまうのもよくある失敗です。しかしディフェンス目線で考えると、シュートは強弱関係なく打たせたくないものだと思います。もちろん素早くキックフェイントすればするほど効果的なのですが、シュートモーションだけでも十分ディフェンスにとっては脅威です。まずは力まないことを意識して成功率を上げましょう。キックフェイントの基礎が学べたところで、ここからは冒頭お伝えした3種類のキックフェイントについて紹介していきたいと思います。それぞれメリットが違うので、場面に沿ったキックフェイントを選択しましょう。このフェイントのメリットは左右どちらにもかわせるというところにあります。このフェイントのメリットは次の動作に移りやすいところにあります。このフェイントのメリットはとっさに使いやすいというところにあります。この動画がためになったと思ったら高評価よろしくお願いします。いろいろな動画も上げているので、チャンネル登録も忘れずに。